地方西武ライオンズ、去年の中2ドラをめっちゃ超えてしまう。2023年中日390得点400得点未満は50年ぶりの不名誉記録。2024年中日355得点ペース、西武337得点ペース。まあなんや、暗黒横浜は超えられんやろし、セーフやない？パリーグでこれか。PH のあるパリーグだから中日よりずっとやばいわよ。ちゃんと補強しないの松井か頭をかわいそうやわ。今の阪神に3立てされるのはちょっとね。50年ぶりの記録がその翌年に更新されまくる NPB 自体がヤバい説あるわ。矢野勝先生を監督にしたらどうや、ペナントが少し面白くなるかもしれんぞ。交流戦も残り全敗したら最低勝率更新がかかっている。西武って中2ドラみたいにネタにもされないからより深刻だよな。そもそも中2ドラよりはるかに勝ててない。しれっと今年の中日もヤバいやんけ。今年は他球団も去年より減りまくってるからセーフ。エンタメを取られたら中2ドラに何が残るんや。源田のヘッスラが与えた衝撃はすごいな。中日が注目されてただけで西武だって最後の1月でなんとか400点台乗ったレベルだったからな。外国人ではトップの活躍してた牧野抜けて代わりに入ったのが全然使えない外国人じゃ、そりゃ去年の中2ドラ超えるよ。